1942年2月19日、オーストラリア市場で最大規模の多国勢力による攻撃が行われた。後に、ダーウィン空襲、別名、ダーウィンの戦いとして知られる。同日、計242機の日本軍機が2回に分けて、ダーウィン湾の市街地、艦船そして市街地付近に建設された2つの飛行場を攻撃した。攻撃は、 第二次世界大戦中に日本軍のティモール、ジャワ島侵攻を阻止しようとする連合国軍がダーウィンの飛行場を基地とするのを妨害する目的で行われた。ダーウィンは攻撃の規模に比べると防備が軽く、日本軍はほとんど損害を被らずに連合国に重大な被害を与えた。ダーウィンの都市部も空襲により被害を受け、非戦闘員の死者も多数出た。攻撃の直後に ダーウィンの非軍属市民の半分以上が完全に街を離れた。この時に日本軍が行った2回の空襲は1942年から43年にかけて100回以上日本がオーストラリア軍に対して行った空襲のうち一番早く活大規模に行われたものであった。1942年1月24日、第二航空戦隊はアンボン空襲を行った。 この後、第2航空戦隊司令官、山口多文少将は、攻略目標を攻撃するより、敵の増援兵力の集中点を攻撃する方が良いとして、ポートダーウィン攻撃を提案。これは、取り入れられ、空ン攻略の前に、ポートダーウィン空襲が実施されることとなった。機動部隊は2月15日に、パラオから出撃した。 2月19日午前8時45分、第一航空艦隊の航空母艦から、淵田光雄中佐指揮の元水平爆撃隊81機、急降下爆撃隊71機、戦闘機隊36機の計188機からなる攻撃隊が発艦した。ダーウィンへ飛行中、戦闘機隊がアメリカ海軍のプビー、カタリナ飛行艇を撃墜、さらに、 メルビル島に駐機していたアメリカ陸軍航空軍の CE-47 スカイトレインに機銃装者をかけた。午前9時35分、バサースト島のセイクリッドハートミッションの活動家兼、オーストラリアの沿岸監視員を務めていたマクグラス神父は上空で多数の航空機が南方へ飛行していることをダーウィンの合同無線ラジオ局にペダル式無線で通報した。 通報は午前9時37分に王立オーストラリア空軍司令部へ中継された。しかし空軍司令部ではこの通報を悪天候でダーウィンへ引き返す途中のアメリカ陸軍航空軍の P-40 戦闘機10機だと誤認したため空襲直前までダーウィンで空襲警報が鳴らされることはなかった。午前9時58分攻撃隊がダーウィン上空に到達した。 最初の攻撃目標として、総海底ガンバーが、機銃走射を受けた。ほぼ同時刻、市街地の空襲警報が、ようやく発令されたと同時に、ダーウィン湾の在白艦船に向けて攻撃隊が、急降下爆撃及び水平爆撃を開始した。約30分間の攻撃によって、駆逐艦、ピアリー、小海底マビ、輸送艦名グス、香港商船、ネプチューナ、火客船、 ジーランディア、貨物船、マウナロア、輸送船ブリティッシュモータリスト、輸送船カラリーと、石炭貯蔵用ハルクであるケラットなど軍艦3隻と、商船6隻が沈没し、その他10隻が大破した。また、少なくとも、不当の作業員21名が戦死している。第1波攻撃隊から撮影された、ダーウィンンで炎上する在白艦戦撃墜された。 P-40 戦闘機昇船、ネプチューナは、ストークスヒルフ島で爆発した。爆発の前方に見えるのは救助作業中だった、小海底ビジラント。背景中央に見えるのは浮きドックに停泊していた、コルベットカトゥーバ。手前に見えるのは損傷した、火脚船ジーランディア。沈んでゆく、駆逐艦、ピアリー空襲直後のダーウィン湾で撮影された写真。 沈没船と全焼した鳩場が確認できる。ダーウィンのオーストラリア空軍基地の P-40、戦闘機は1機を除いて全て空中で撃墜されるか、中期中に攻撃を受けて破壊された。攻撃隊は民間の基地と市街地、市街地に設置されていた兵舎と石油貯蔵施設への爆撃と重装車を行い、すべてが甚大な被害を負った。 攻撃隊は午前10時10分にダーウィンの空域を離脱し始めた。攻撃隊が航空母艦駅頭中、フィリピン軍所属の貨物船フローレンス D とドンイシドロが港の沖に停泊しているのを発見した。この情報が同日午後の第二次攻撃を決行するきっかけとなった。攻撃隊の損失は悲劇追4機と搭乗員2名戦士だったとされている。 その他4機は被弾しながらも無事に帰還した。99式艦上爆撃機に登場していた鶴勝義飛走長と内門武蔵一飛走は王立オーストラリア空軍基地付近に墜落し戦死した。豊島十三飛走は登場していた零式艦上戦闘機をメルビル島に不時着させた後に捕虜となった。急降下爆撃隊の山田常時被装他二名は上機の着水後、 付近の日本軍艦船に救助された。また、2013年になって、対空砲火により、車輪が故障していた97式艦上攻撃機の搭乗員2人が着水後、日本の駆逐艦谷に風によって救助されたという記録が発見された。連合軍の対空砲火は、比較的激しく、損傷を受けた日本機のうち2機を除くすべてが、対空砲火による損害だと言われている。 ロバート・オエストレーチャー注意が登場していた P-40 戦闘機が唯一空襲第一波の攻撃を生き残った。彼はアメリカ及び日本側の資料から2機の99、指揮官爆のうち1機を撃墜、もう1機に損傷を与えたとされている。都島の冷戦はオーストラリア陸軍第19大隊所属のトムラムと、レンゴシェアの公兵2人の銃撃で撃墜されたと、 考えられている。多くの航空歴史家は、鶴飛走長と内門一飛走登場の99式、艦幕はネリーにあったオーストラリア軍兵舎からの対空砲火によって撃墜されたと考えている。続いて、基地航空隊による攻撃が行われた。午前11時58分、96式、陸上攻撃機27機、一式陸上攻撃機27機で編成された。 攻撃隊、計54機が、ダーウィン上空に到達、その直後に、市街地でも、空襲警報が発令された。攻撃隊は編隊を二手に分け、高度1万8000フィートの海域で撃沈された。船員84名のうち11名が戦死した。フローレンス D も爆撃されて、バサースト島付近で撃沈され乗組員4名が、戦死した。 2月20日の石泥に乗船していた生存者は、コルベットオーナンブールによって救助された。2月23日、フローレンス・ D の生存者数人はがサースと島か、またはルビル島に自力で漂着し、同じ頃残りの生存者もオーナンブールによって救助された。フローレンス・ D の生存者の中には、トーマス・モーラー商尉が操縦していたアメリカ海軍、プビー、 カタリナ飛行艇に救助された者もいた。戦闘機の機銃装車及び爆撃機の資金弾を受けて、装甲を損傷した貨物船アドミラル、ハルステッドは、ダーウィンの不当に運ばれ、アメリカ陸軍の兵員と、その生存者、そしてフィリピンの艦船が、同艦のドラム艦14000艦分の航空燃料の荷下ろし作業を行った。ありがとうございます。